はい、ご視聴ありがとうございます。本日の動画は稲葉ライトツナフレーク、これおなじみですね、ナチュラルミネラルウォーター仕様の3缶入り、ちょっと商店で買いました。近くの269円。盛り付けで野菜は本日はなしです。マグロ、カツオ、油漬けって書いてますね。3缶入ってますね。マグロ、カツオ、油漬け、フレーク、マグロ、カツオ、大豆油、ナチュラルミネラルウォーターとか書いてます。内容量は 240g で、80g が3缶入った稲葉食品株式会社。稲葉食品って静岡市にあるんだね。お客様相談室もあります。ホームページもあるみたいです。まあ、サラダうどんとかサンドイッチとか、まあ、今日は、私はご飯の上にかけて食べます。やっぱり貧乏飯としてはいいと思います。では、取り出していこうと思います。破っていいんでしょう。はい、3缶入ってますね。1缶、まあおなじみです、ライトツナ、稲葉さん、ライトツナ。 80g あたり 245kcal。 いつものシーチキンって感じ。シーチキンって書いてないな。ライトツナ、稲葉さんライトツナっていうのかな。はい、これを開けまして、あ、硬い、よいしょ、開けます。はい、開けました。開けるとこんな感じ。で、今日はご飯を用意しております。ここにこれをかけます。まあ、湯切り油を切った方がいいとかって言われもあるんですけど、僕はもうそのままかけちゃいます。いい匂いがしますね。そしてご飯の上にかけたところで、私の好きなこれです。もっと逆これ味の素のピュアセレクトマヨネーズ、取れたて3日間以内の新鮮国産新鮮卵だけを使用したマヨネーズと、まあ絞りたい生醤油、最後に海苔を、めちゃめちゃうまいんです。かけてみよう。はい、醤油、そしてマヨネーズをかけます。まあほぼほぼ完成です。今日の晩飯はほぼほぼ完成。ここに海苔をかけます。はい、では完成しました。シーチキン丼、はい、いかがでしょうか。ご飯にシーチキンをかけて、マヨネーズ、醤油、そして海苔をかけるとめちゃめちゃうまいんです。はい、完成でございます。まあ、安くてうまくていいよね。よく晩ご飯としても食べる、食事になってますね。ではいただきます。うわ、うまそう。うわ、シーチキンのいい匂いがする。
します。スプーンの方がいいかもしれないね。いただきます。うん。これこれ。うん。美味しい。うん。ピリッと七味とかもかけてもいいかもしれないですね。もしよかったら試してみてください。参考になったっていう方がいましたら、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。今回の、いつもそうなんですけど、くだらない動画ぜひ見ていただいてありがとうございます。またぜひともよろしくお願いいたします。うん、バイバイ。